皆さんこんばんは。どうも、バルコンです。漫画紹介動画第157回目やっていきましょう。よろしくお願いします。バーって数えたんで、157回っていうのが確かな数字かわかんないんですけど、今回もまた単発の簡単漫画紹介やっていきたいと思います。今回はこちら、マリアの住む家。これホラー漫画なんですけど、いや、思いのほかすごい怖かった。絵がめっちゃ不気味で、なんというかグロいんですよ。グロいって言っても、例えば人間の体が切れて中身がこう出てきてるとか、そういうんじゃなくて、なんか得体の知れないぐちゃぐちゃしたものとか、見たことないような生き物とかがすごい怖くて、独特な絵をしてましたね。漫画っていうよりもどっちかというと美術とか芸術的な感じの絵で、普通の登場人物の絵はあまり怖くない普通の絵なんだけど、ホラーシーンになると急にホラーの表現というか作画が半端ないんですよね。絵のことばっかり言いましたけど、ストーリーとしてはどう言ったらいいんやろ。5年前にマリアっていう女の子が行方不明になってるんですよ。でもその子が行方不明になる前住んでた、今はもう空き家になってる一軒家があって、家の中に確実にマリアはいるって言われてるんですね。で、いろんな人がその家の中にそのマリアを探しに探索に行ったんですけど、誰一人帰ってこない。そんな状態でその一軒家はずっと残ってるんですよね。そんな中で主人公って言ったらいいのかな、ある二人の女の子がマリアを探しにその家の中に入っていくっていう、簡単に言うとそんな感じの話で、設定もすごい怖いですよね。そんな家があるって想像したらちょっとゾクッとするような。で、マリアの家の中はすごいわけわかんない世界になってるんですよ。気が狂いそうになるようなすごい世界観で、そこがね、一番見どころだと思います。最後のオチは正直あっさりしてたんですけど、それでも絵も設定も怖いし、あと家の中で何が起こるかわかんないっていう怖さがあって、かなり面白いホラー漫画でした。作者の長谷川 M さんは僕存じ上げなかったんですけど、後書きとかによると、この方はこんな怖い絵を描くのに普段はまさかのギャグ漫画を描いてる方みたいで、ホラー漫画は今回が初めてらしいです。マジかと思って、どんなグロいギャグ描いてんやろ。もしまた長谷川 M 先生がホラー漫画描いた時は絶対買わせていただくんで、次回もよろしくお願いします。この動画見てるわけないけど、試し読みできるページと Amazon のページのリンクを説明欄に貼っとくんで、よかったらチェックしてみてください。こんな感じで表紙に大きく顔が書いてある漫画を何冊かカメラに写してみたんですけど、他のは顔認証しないのに、なぜかこのマリアの住む家だけこのマリアの顔を認証するんですよね。やっぱりマリアはその家の中、つまりこの漫画の中に確実にいるっていうことですね。ということで今回はマリアの住む家の紹介でした。